こんにちは、土の子です。さあ、スプラトゥーン2ね、今度はジョイコンでやってみようと思います。ジョイコンとプロコンってね、どんぐらい違うかというと、まあ、持ちやすい。プロコンは持ちやすくて、まあ、ジャイロもやりやすい。あと、Wii U のね、ゲームパッドに比べたら、やっぱりね、どっちも軽いんで、ジャイロが結構反応させやすいかも。前回はね、プロコン使いましたが、今回はね、このジョイコンでいきたいと思います。プロコン結構高いもんね、確か4、5000円ぐらいした。もうペラペラだ。ペラペラでちょっとここのボタンを押しにくいかな。で、十字キーも結構やりにくそう。じゃあこれでね、やってみましょう。じゃあ、またローラーからやってみようか。さあ行きましょう。まずはバッテラストリートから。よし。おうわ、やりにくい。ちょっと待った、おい、なんだこれあ、プロコンと全然違う。ちょっと操作慣れるまでまた時間かかるぞこれ全然違うわ、プロコンと。やりづれお前、体が動いちゃう。あー、やられた。ちょっと口あおりが入りましたよ今やりづらー、マジで。いや、でもこれ慣れたらこっちの方がやりやすくなるかな。あのね、ほんとなんかペラペラしてる。プロコン結構肉厚なんで。あ、やべ、ボム来てる。あー、しまった逃げれなかった。くそ、なぜか知らないけど勝手にカモンを押したぞ力を入れてここに当たった下に。僕のちょっとぽっちゃりの肉厚のここでカモンが押されてしまった。あ、しまった誰もいないのやってた。やりづらい。いやー、厳しいね。想像以上にやりづらかった。1キルしかできませんでした。マニューバーもやってみよう。さあ行きましょう。富士坪スポーツクラブ。なんで下向いてんだ。やっべ、ちょっと待って、今戻るときにやられなかった。どこへ行こうというのか、ね、悲しみの戻った。ジャンプのときにやられたぞ今。やべえ、なんだこれみんなもう僕んとこ飛んできちゃダメだよこれはこれはやっぱプロコンがいいんじゃない。ジョイコンの方がやりやすいって人いるのか。比べないとね、分かんないかもしれないけど。あれ、逃げるのは最後にイカダッシュとかで逃げたら大丈夫だね。全然うまいことできなかったちょっともうプロコンに変えてもいいかな全然全く思ったように操作できないんだけど。いや、ひどいわ。
速攻でプロコイン変えます全然違う、本当に違うよ。全然操作のやりやすさが違う。めっちゃ操作しやすい。よし、やってみよう。このね、持ってる安定感が全然違うね。いきます。確か速度が上がるって言ってたな。ほんと？あ、ほんとだ、走ってる走ってる。全然気づかなかった、さっきやったとき。そこでやるんですか。ジャンプしてくれるな。ほいほい、後ろ。おっと、うぃやー、あ、くそ。今のはあれだね、ジャンプジャンプなんだっけ縦振り、縦振りじゃ、縦振りだったら届いてたな。ほい直の横に行ってから、もう全然ね、あの操作のね、精度が違う。あ、間違えた間違えた今、そう、いやー、もったいねもったいね、今のジャンプもう間違えないと思ったら間違えるね。わっ、たぶねー見えたよ、ほらーね、あのね、操作のマジで精度が違う。これね、絶対全然違うよ、本当に。あの動かし方のね、プロコンマジ絶対必要だわこれ。あの2つやってみてね、分かった。全然違うわ、おいしい。あ、やべ、いけやったー気持ちいい気持ちいい。さあ逃げるぜ。イエーイ、ナイス。マジ動き全然違うから、本当に本当違う、楽しいジョイコンでやったの全然楽しくなかったんだけど、もう正直に言うけど、ジョイコンで めっちゃうまくできる人マジすげえよ。いなかった今どこにいた。うん、ということで、もうよくわかりましたね、プロコンが最高です。プロコンがベストです、やっぱり。使ってみてよくわかった。まあボロ負けだけど。消えたぞここ結構でも回ってこられる場所なんだよね。こういうとこでやった方がいいのかな。はい、戻る。はい、どう？ちょっとほんのりラグある感じだね。いい、はいはいあれはいあー、しまった、引かれたそのまんま。やりました。9キルできましたね。でんぐり返し可愛いなやべ遊んでた、インク不足になっちゃう。
ぜぇ。おぉ、すげえ。やるこういうなんか煽りができそうだね。へい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 みたいな。